はい、今回はエヌリンゴさんとね、去年の年末いろいろとねゲーム関連のお話をしたんですが、まあせっかくなんでね、その辺をいくつか公開していきたいんですけど、まあいわゆるいろんなことですね。本当に何だろう深夜に及んだんで、もう何話してたかもう夢中になっちゃってね、覚えてないんですけど、しっかりとねエヌリンゴさんがねこうまとめてくれましたんで、その辺をねちょっと、まあ、今回完全にラジオ形式なんで、映像はまあ何かしら映ってますけど特に関係ないというか、うん、まあ聞くだけのものになっています。映像はないと思っていただいていいと思いますね。なんでね、本当にいろんなこと話しましたよ。 E3 とか、まあ、今回 E3 なんですけどね、E3 なんかネタバレちゃいましたけど E3 なんですねとか、まあ、VR とか、そうですね、なんだっけ忘れちゃったけど、これからねポチポチポチと出していきますけどね、まあ、今回は E3 が終わってしまったという話になります。 E3 と聞いて多分最近ゲームを始めた人はよくわからないかもしれませんけどね、まあアメリカの、まあ、見本市なんですけどね、まあ細かいことはね下に書いておきましたんで、ではスタート。今年 E3 終わりましたよね、うん、あれ、うん、結構な大ニュースというか。そうですね、 E3 でなんかたびたびやっぱひじきしゅさんとやっぱ話すときにやっぱ昔見てましたよねみたいな、うん、あの深夜までこうなんか、そうでもあのあれもそうなのかな、ゼルダのトワイライトプリンセスの宮本さん出てくるやつ、あれも E3 ですよね、しびれたやつね。そうですね、伝説っていうか外人、みんな外人がこう、あ、そう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 、ね、お前ガーネとかね。そうですね、やっぱあれとかもやっぱ僕もリアルタイムで見ててうわーってなったし、その前とかもなんかテキストとかなのかな、なんかこう中継してくれるなんかを見てたりとか、めちゃくちゃ画質の悪い外人さんのミラーを見てたりとかね、いやでも E3 終わっちゃうんだなと思ってですね。うん、でも E3 なんかやっぱ散々言われてると思うんですけど、なんかリークされすぎなんですよ近年。そうですよね、漏れちゃってる、ね、全部漏れちゃってるあのなんか紙みたいなの紙ペラみたいなので、どのゲーム発表するか一覧が出ちゃってて、もう答え合わせみたいな、あ、これ来たこれ来たみたいな、サプライズほぼないんですよね。そうそう、ほぼほぼ出ちゃっててであれでしかもなんか高いらしいんですよね、やっぱね、あの世界で一番注目されるイベントとかで、あとテナント料とかもあって高いらしくて、高いからね、そこにやっぱメーカーそこに出すくらいならみたいな、最近自分たちでね、あ、そうなんですよね、あの任天堂ダイレクトとかソニーのああいうなんとかとかで、そうなんですよ、ありますから。あれあと僕一個あれちょっと握手踏んだなって思うのが、うんうん、あの何年か前に FF7 リメイクとシェンムー3を発表した年があったじゃないですか、うん、であれ自体は僕はいいと思うんですけど、うん、あのそれがなんか今年は出ないとか何年後出るか分かんないみたいな感じになって、で多分海外とかで荒れたんですよ。でその結果、うん、そのなんか次の年ぐらいから E3 がなんかその年か次の年までに出すゲームしか発表しちゃダメですみたい な, なんか謎ルールが設定されて、多分それソニー嫌がったっぽくて、なんかメインの発表そこでするのやめちゃったんですよ、そこで。で任天堂なんかもうその前ぐらいからなんかあの多分お人形劇って言って荒れた年の次ぐらいからやめたんですよね。なんかダイレクトとかはやるんだけど、であと一応テナントとか出してるんだけど、その発表をあそこでするのやめるっていう、もう先に任天堂がそれやって、でソニーもその FF7 ので抜けちゃって、でもなんかマイクロソフトとか UBI とかなんかそっち系しか残んなくて、やっぱリークもあったんだろうけどみたいな、なんかだんだんなんかイベント的にもなんかそこまで盛り上がんないかな、そうですよね、なんかダイレクトとかかなみたいな、そっちですよね、会場でなんかやんないですもんなんかやらなくなっちゃいますよ。昔って言ったらもうそれこそ岩田社長がなんか20分ぐらいかけて任天堂こんなすごいですよみたいな数字のこのグラフを出して出してましたよねこれいらねえみたいな、ゲーマーはみんないやそこはいらないよみたいな早くゲーム見せてよって
いや、あの感じも懐かしいですけどね。でもなんか本当になんかこうちょっと もったいないなっていうか、やっぱあんだけ全盛期見てきて楽しかったし、いつか行ってみたいなとか。そうそうそう。いや、まあコロナもあったんだろうけどなみたいな。コロナもありましたよね、そういうのもあってね。今完全にあの TGA とかザ・ゲームアワードとかに、あとはまあ自社配信とかにだいぶ持ってかれちゃってますよね。確かに。でも今はなんかもう SNS とかもあるから、なんかそうなんですよね、パッて発表したところでメーカーが自分ちところで出しますって PV 出したところでやっぱある程度人気だったらバッてなりますもんね。そう、そうなんですよ。あとなんならこう、発表してもすぐ出しちゃいますよみたいな、今からダウンロードできますよ。そうなんだよね。あれ系もあるので、なんかやっぱ余計リークされたくないとか、やっぱ SNS の初動の盛り上がり欲しい、どっちなんだ、あ出るんでしょみたいな、なんかこうもやもやっとしたリークされるとなんかこう、あ出るんだ、出るのかなみたいな、で答え合わせまでこうくすぶり続けてみたいな。なんかやっぱそれよりはパッてインパクトあるのを出して盛り上がって、じゃあダウンロードどうぞみたいな、予約どうぞ、コントロールしたいんでしょうね。でしょうね。で、そっちで十分コントロールできるようになったし、できるようになったけどね、ちょっとかわいそうだけど。かわいそうですね。でも役割は終わったのかなみたいな。そんな感じですね。もう今時だって私有代とかももうあるじゃないですか、あのまあ価値はあるっちゃあるけど、別にゲーム機に配っちゃえばいいんだから、体験版を。そうですよね。でももうだんだんですね。うん、ゲームショーもなんか昔ほどなんか行きたいなと思わなくなっちゃった、ね。ゲームショーね。なんか昔やっぱり体験版とかあそこじゃないと遊べないとか、発表もあそこすごかったし。そうそうそう。なんならあれですよね、プレステ3か PSP はゲームショーでしたよね、確か。そうそう、発表とかね。今もうないですもんね。あのないですね、発表。ゲーム機の発表なんて絶対ないですもんね。絶対ない。ないです。せいぜいなんか国内向けの話芸とか、くらいで。そのぐらいですね、確かに。いやなんか、一時代の終わりなのかなとか。それはありますね。もうイベントって感じのあれじゃないのかな、みたいな。うん。でもなんか盛り上がる、なんかいいんですよね。みんな、ゲーマーみんなでこう、そう集まってね、なんですよ、ね、でなんか一喜一憂みたいな、これこっちかみたいな、これ独占かとか、あこれ出たとか、ちょっと楽しいんですけどね。なんかお祭りが一つ減っちゃったみたいな。お祭りがねあった方がいいと思うんだよね。なんだかんだ盛り上がりますもんね、あの時期とか、6月ぐらいのあの時期とか。そう、6月は本当になんか多かったんですよ、あれもあったんですよね、アップルのね。ああそうだ、アップルのイベントも6月だ、業界もあって。そうだ、結構徹夜というか。そうですよね。食い入るように、ね。いや、本当に、もう、どっちも見てました、僕も。うん。なんか、ジョブズ生きてた頃とかな。ジョブズね。はい、ポケットから、ナノを出す、iPod ナノ。なんか出すのかな。iPod ナノとか、ポケ、なんか、シュッて。うん。いや、ああいうの良かったですよね。うん。まあ、だから、そういうのも減ってきたのかなって。ですね。まあ、E3 残念だけど、役割は終わったのかな、みたいな。感じです。感じですね。はい。まあこんな感じでね、 E3 が終わったぜって話だったんですけど、まあね、本当に E3 に関して言えば、何回かさっきのね話にも出てましたけど、本当にまあ夜中なんですよ、アメリカのね日本史だから。日本ではまあインターネットを通じてまあ見ることはできます。できますけど、当然夜中になりますんでね、深夜です、本当に。まあ2時ぐらいかな、2時ぐらいから確か任天堂が先だったかな、なんか始まって、まあソニーだ、マイクロソフトのカンファレンスがあるんですけど、まあそれがね、ほんと趣向を凝らして毎回毎年面白いんですよ。まあ特に心に残ってるのは、さっきも言ったかな、2004年ですね、今からちょうど20年前の、まあ E3 カンファレンスの任天堂、まあ特にね痺れちゃう感じで、もう何回も言ってますけど、あのトワイライトプリンセスだったかなの発表かなんかで、まあ、いわゆる風のタクトが猫目リンク、トゥーンレンダリングで、ちょっとね、外国人の方にとっては不評だったんで、まあそういった意味でリアルゼルダをね、非常に求めていたと。そこでね、その映像が流れてきて、かつ、まあその後ね、あの、宮本さん、リンクに扮した宮本さんがね、オーバーラップして登場してくると、
いうシーンがあって、まあ外国人、まあスタンディングオベーションになっちゃって大興奮、オーマイガーなんですけど、まあそこがね一番思い出に残ってるかなと、まあすんごい眠たい目をこすりながらもね、見ていた記憶がねちょうど20年前になりますけど思い出しますね。といった感じでね、 E3 が終わってしまったというお話をね、まあ、Nリンゴさんと話してみました。ありがとうございました。ではまた。